皆さんこんにちは、ひさです。今日の話は車の話なんですけども、今日はスバルのクロストレックっていう車を見てきました。今日乗った車はスバルのエントリー車ではあるんですけども、結構乗り心地が良くてシンプルでかっこよくてすごい良かったんですけども、それについてお話をしたいと思います。まずね、この車の、サイズなんですけども、全長が4480で、全幅が1800、そして高さが1570。まあこのタイプの車にしてはかなり小型ではないかなって思ったりします。で、この車の一番の見どころっていうのはスバルのエンジンなんですけども、やはりスバルといえば水平対向エンジン、これはね、2リッターで DOHC 直噴プラスモーターなんですけども、結構ね、乗り心地がすごいスムーズで、まあ、トルクはね、そんなにないんでガーンとはいかないんですけども、スッといくような感じで運転ができます。で、馬力が145馬力ということで、まあ普通かなっていう感じの車なんですけども、ここでね、ちょっと皆さん、水平対向エンジンと何かっていうことでお話をしたいんですけども、ちょっとググってみました。これね、水平対向エンジンなんですけども、安定していて運転がしやすい。水平対向エンジンはピストンを水平に配置する構造上、一般的な直立や V 型エンジンよりも前高が高く、軽量でコンパクト、衝突にはダメージを軽減。水平対向エンジンは前高が高いため、前面衝突時にはフロア下に潜りやすい構造となっている。加速が滑らかで気持ちが良い。水平対向エンジンのデメリットなんですけども、エンジン自体の構造が大きくなるためにロングストローク化が難しく、どうしてもショートストロークになってしまいます。そのショートストロークのおかげで高回転域は得意なものの、トルク特性がやや劣り、冷却による損失が増えるというようなデメリットも出てきますと書いてません。確かに最初トルクがないと言ったんですけども、ガーンとは来ないですね。シュッといって高回転、まあまだまだこれから伸びるぞっていうような余力はあるような感じはあります。ただ140馬力でエントリー車って、そこまでのエンジンのパワーは期待しない方がいいかと思います。価格も200万円後半から400万もいかないと思いますので、いろいろつけても400万いかない車で、これだけのスペックがあるっていうのは結構楽しめる車ではないかなって思ったりします。スバルの水平対向エンジンが欲しいとなれば、これはエントリー車で価格もお手頃なので、ちょうどいいサイズで走りもキビキビするんで、すごい私はいいかなって思うんですけども、今日乗ったこのブルーのスバルの車なんですけども、限定車でアルミホイールとかグリルとかカーゴテッド、荷台のところのパーツなんですけども、それとかドアガーニッシュ、まあこれがね、なんか通常のバージョンと違う車で355万ということで、発売されている車に乗ったんですけども、なかなか面白い車でした。ということで、スバル車もね、購入の候補のうちの一つに考えていきたいと思うんですけども、まあいろいろ見て決めていきたいと思います。ということで、いろんなことについてアップしていきたいと思いますので、皆さんよければチャンネル登録の方お願いします。失礼しました。